困ったね。うん、そうだね。家族の人に連絡してあげたいから、連絡先のわかるものを持ってるかちょっと探してみるよ。お腹すいたよ。簡単に食べられそうなもの見当たらないよ。勝手にこんなパジャマ着せられてるし。あう、お腹グーグー言ってる。
こんな夜更けに近所迷惑よ。おはよう。あらあら、お腹空いたの？じゃあ何か作ってあげるから座って待ってて。眠い。朝だよ。朝ごはん食べて学校行くよ。朝だよ。朝ごはん食べて学校行くよ。
おはようございます。朝ごはん食べますか？おやすみなさい。仕方ないから。うん、仕方ないの。あのね、この子ね、自分のことが思い出せないらしいの。ちょっとかっこいいでしょ。憎かったのは本当だもん。ちょっと言い過ぎよ。
悪い。ごちそうさま。もういいの？うん。ああ。言い過ぎ。そうだとしても、相手は年下の女の子じゃない。何？ね。私は水瀬なゆき、なゆきでいいよ。記憶がないって言ってるのに。そんなことしても出てこない。本当に記憶がないんだから。私は信じるよ、記憶喪失だってこと。お財布はあるけど。
放っておいてよ。写真。それ、記憶を失った後に撮ったやつだもの。だって、同じ年ぐらいの女の子がみんな撮ってたから。同じ顔が2つ並んでるだけよ。ああ、かわいそうに。記憶が戻るまでここにいる。あ、なんでよ。待ってよ、そんなのやだよ。何があってあんなところにいたのかわかんない。記憶が戻るまでそっとしておいてほしい。だって怖いんだもん。そんなことないもん。それは…唯一の私の道しるべだから。たくさんのことを忘れちゃってるけど、ただ一つだけ覚えていたことがあった。それをあなたの顔を見たとき思い出したの。こいつが憎いって。うん。多分。
でも合ってるよ。話していてますますそうだと思った。絶対あなたで合ってる。本当？やっぱり見てたらムカつくもの。合ってる。はう。じゃあこの家の最年長者であるお母さんに聞いてみる？了承。よかったね。なんて呼べばいいのかな。名前ぐらいは思い出せない？名前。はう。思い出せない。札村京子？はあ、思い出すまで待つ。見てなさいよ。頑張って、とっても可愛い名前、思い出してみせるから。